戦の鉄柱からこのハンセンの左腕に照準を合わせてきましたカンナメエクスプレスです。95スーパーパワーシリーズ札幌大会でこのスタンハンセンは三沢に三冠王座を奪われて以来4ヶ月間ベルトから遠ざかっております。ババさん、このスタンハンセンも当然年末の世界最強タッグリーグ戦のことは今頭の中にあるんでしょうね。そうですね。その意味でこのタッグパートナーが確定していないスタンハンセン、胸中は穏やかではないんじゃないでしょうかね。まあそうでもないと思いますね。まあね、不祥事が相談を受けてますから。ああそうですか。まあなんですよ、今まではハンセン その指名があればという立場だったんですけどね、はい、今度自分僕の場合にはその自分のコンディションというものがね、やっぱりハンセンに迷惑をかけちゃいかんという気持ちがありますんでね、まあ11月まで俺のコンディションが良きゃなんとか一緒にやりたいなという話はしてるんですがね。あ、なるほど。ですけども、まあオブライトも来ますしね、はい、そのいろいろ面白くなるんじゃないですかね、まあ、ハンセンとオブライトと組むとかね、そういうことも可能性もありますからね、十分に考えられますね。さあその意味ではスタンハンセン年末に向けてこのジャイアントシリーズ重要なシリーズとなっております。おっとヒップアタック、いつものように悪ガキぶりを発揮してまいりましたダニー・クロファットであります。試合の権利があるのはファーナス、そしてジョニー・スミス。さあファーナスがスミスをロープに振ったパワースラム、これがあります。すかさずカバー、体全体を使ってカバーしていきましたラグファーナス。試合時間10分を経過しました。開幕戦のセミメインイベント、スタンハンセンジョニー・スミス組対ラグファーナスダニー・クロファット組。さあこの時間帯カンナムエクスプレスが試合のペースを掴んでおります。ニュートラルコーナートップロープにジョニー・スミスを吸いました。セカンドロープから、おっとこれは自爆ダニー・クロファット、そしてミサイルキック、これも壊した。カウントは2つ。すかさずラグファーナス、さあボディスラムを打っておいて足を取りに行ったぞ。体を反転させるか、足をキックさせて逆エビ固めに入ろうというところです。スタンハンセンがアーリングの中に入ってきました。スタンハンセンがカット。この時間帯タッチワークが速くなっておりますカンナムエクスプレス。逆水平、大きくフォロースルーを取っていったダニー・クロバットです。おっとキック、つま先のあたりでしょうか、スタンディングのスリーパー投げました。ジョニー・スミス、スタンハンセンのリングイン、スタンハンセンの顔面が真っ赤に紅潮してまいりました。豪快、さあロープに振ってショルダータックルぶちかまし、打ちつけていきます。顎のあたりナックルパート、そして肘、エルボーを落としていくスタンハンセン。 DDT カウントは2つ。先ほど場外で鉄柱を使って左肘にダメージを受けているはずのハンセンですが、その影響は今のところ見られません。打ちかまし、ドロップキック、これは浅い、当たりが浅い。ボディスラムを打っていったハンセン、クロファットにもボディスラムだ。おお、そして左腕のサポーターいじったぞ、かわしております DDT。 両者とも立ち上がれません。さあ先に立ち上がるのは、あ、クロファットが今ファーナスにタッチ、ドロップキックを打っていきます。
ジョニー・スミスにも打っていきました。ダグ・ファーナス元気がいい。バックを取ったぞ。投げ捨てジャーマンがある。ファーナスには必殺の投げ捨てジャーマンがあります。ノーダンライトスプレックス、いやフロントスープレックス投げ捨て、カウントは一つ。ボディースラムからニュートラルコーナーのトップロープを目指しますジョニー・スミス。さあトップローク、何を持ってくるスミス。エルボーだ。おっとそのスミスをクロファットが場外に落とした。カウントは2つ。試合の権利があるのはスタン・ハンセンとダグ・ファーナスだ。さあ完全に分断された形になっているぞ。リング上、ああラリアットが、ラリアットがクロバットに命中。丸め込んだのはファーナス。カウントは2。あーっと食らってしまった。ショートレンジのラリアット、カウントは3。カウント3。最後はショートレンジのウエスタンラリアット。ハンセン・スミス組、ファーナス・クロバット組を破りました。海、それはマズエルの音楽を生み、田崎の真珠を育んだ。このシリーズ数々ある注目の中で、10月25日には武道館で川田俊明はゲイリー・オブライトと注目のシングルマッチで対決いたします。このゲイリー・オブライトという選手、10月2日静岡大会から参加いたしますが、スープレックスの達人です。ネブラスカ大学時代アマレスの帝王といたしまして、オールアメリカン選手権3連覇、191センチ160キロ、もうこれはハンセンを上回る数字です。32歳、全日マット初登場、全日本で戦ってみたいと本人のたっての希望で、このシリーズからヘイリー・オブライトが全日本プロレスに参加してまいります。リング上では田上明のダイナミックなジャイアントスイング、あさこが何回転したでしょうか。投げ飛ばされました。おっと投げた田上もちょっとフラフラ、しかし見せてくれました秋の田上です。あそして泉田龍角もこの田上に続きます。10分経過、3回転か4回転、そして今度はエルボーだ。泉田龍角、田上に続いてスケールの大きい技を見せました。そして川田が入ってきます。最終日本武道館大会注目の新外国人ゲイリー・オブライトと戦います川田俊明です。ああ川田が今度は浅子をあらかじめのまんまスイングいたします。これで浅子は田上、泉田、川田に蹂躙されたことになります。三沢小橋組たまらずカットプレーです。こちらが川田俊明。川田が泉田にタッチを見せます。汗をびっしょりかいてきました泉田龍角。ゆっくりと踏ん張ってからステップオーバーします。ボストンクラブです。馬場さん、この泉田もテレビの放送で初めてのメインイベント出場ということなんですが、こういった厳しい泉田のファイト、このあたりは普段の悪役紹介ファミリー軍団の試合と比べてどうご覧になってますか。いやあのね、あと一つね、受け身のまずさといいますかね、その厳しさがないんですよね。なるほど。それ受け身の良さとね、機敏さがあると、はい、やっぱこのメイベントの中にもね、これから入ってこれるようになると思うんですね。あなるほど。本ですから、それにはね、はい、ちょっとまだちょっと全肉が多すぎるかなと思うんですがね。そうですか。しかし9月15日のファン感謝デーでもメインイベントでお客さんのハートをかなり掴んでおりました泉田龍角です。この後さらにこういった厳しいメインイベント、それに準ずる試合で頭角を現してくるかもしれません泉田です。本田と組んでアジアタックにも挑戦しています泉田。このね、やっぱ体重がありますからね、はい、132キロ、例えば自分で走ってきて、その
三沢のエルボーなり、はい、コートした時にすぐ止まれるかね、止まれないか、そこなんですよ。走ってきたらもうそのまま止まろうと思っても惰性で行ってしまうというとこがまだ泉田にありますからね。132キロの巨体ですからね、その体の大きさとスピード、このバランスもトップコンテンダーとしては重要になります。三沢が入ってきた。さあそのあたりはどうか。あっと小橋が放送席前飛んできた。しかし泉田がその間にもテイクダウンしております。三沢にタッチして小橋が入ってまいります。最終戦で三沢と戦います小橋健太ですが、まあ、最終戦までこの三沢と小橋、三沢自身が言っておりますが、この2人同門で最終戦でシングルで対決するからといって普段意識することは小橋の場合には本当にないと語っておりました。三沢美樹さん、そして小橋健太であります。おハッと出た泉田だ。泉田小橋に負けないか、ついて出た、突っ張った、スピンキック、そしておっとギロチンだ小橋健太。この辺りの動きはさすがです。小橋健太、小橋から泉田、いや朝子へ。この朝子も今年の4月鹿児島でフルファットと世界ジュニアフリー級タイトルマッチを戦いました。あわや体感かという初挑戦、そして初王座かという試合でした。いい試合でした。この夏一つ思い出に残るファイトを演じました朝子悟。カバーします。泉田が朝子を振った。おこれはヘッドスタースホイップ、ロープに飛んでフェイスクラッシャー、ズバリ決まりました。ラ・マヒストラル、カウントは2。体を絡めていきます。小さい体ではありますが闘志は人一倍、体を一回りも、ね、はい、ものがあそこにやるようになりましたからね、ここにメイベントに起用されるようになったんですがね。そうですね、もうあそこの闘志が見ているお客さんのハートにビンビン伝わっていきます。そのあそこから三沢へ、全シリーズは右膝内側靭帯断裂いたしました。およそ20日間のオフの間にもう痛みはなくなったと話しています川田です。いや三沢です。しかしこのシリーズの間はやはりどうしても右膝を意識しながらの戦いになります。三沢光晴、川田に振られた、スピンキー、顎の先端下からえぐるようにヒットであります。カウントは2。さあ今三沢をスピンキックにものの見事に捉えました川田。最終武道館ではオブライトと戦います。馬場さん、最終武道館この川田とオブライトのシングルマッチ、オブライトというレスラーにはどういった期待を込めてらっしゃるんでしょう。誠に申し訳ないんですが、僕はオブライトという人をまだ見たことがないんです。あ、そうなんですか。はい、すみません。191センチ160キロ。もうこれは体重でもハンセンを上回る体格です。まあ、アマレスの下地が十分にあるということで、あのスティーブ・ウィリアムスとも戦ったことがあると聞いております。まあね、アマレスでどのぐらい強かったか分かりませんけども、はい、やっぱこのプロの中に入りましたね、はい、受け身とかその相手を見てその機敏さとかそういったものがやっぱうんと必要になってきますからね、やはりアマレスオリンピック3期出場の経験があります。本田多門がこう言っておりました。プロレスとアマレスではバドミントンとテニスほどの差があります。同じラケットを持っていても全く別のスポーツなんです。そしてプロレスはアマレスなんかよりも全然厳しいんです。こう話していたのは本田多門です。その本田多門もこのシリーズゲイリー・オブライトと肌を合わせるのを楽しみにしている一人です。そうですね、そういった意味ではね、もう本田にしてもね、多分そのプロレスというものを教えてやるというようなそのぐらいの気持ちを持っているんじゃないですか。なるほど。まあ、スティーブ・ウィリアムスが日本へ最初来た時、全日本に来た時にはやっぱり、はい、
本当にぎこちなかったですからね。あ、そうですね。ウィリアムスも5年6年とかかってプロレスというものに馴染んでいってトップに上り詰めた男です。それだけに放送席解説のジャイアント馬場さんも注目のゲイリー・オブライト、このシリーズ途中から参加してまいります。最終日本武道館大会、川田とのシングルマッチが非常に楽しみです。リング上のファイトに戻りましょう。小橋健太が泉田に張っていきました。泉田倒れません。大きなバックスイングから張り手を食らわしていきます。この辺り泉田の意地、小橋健太の強烈な逆水平、胸元に命中した。そしてもう一発、あ、大きな声が出た。泉田ここでリングの中央モンドリ打って倒れます。もらえます。頭突きだ、ハイキック小橋、もう一回頭突き泉田、そして川田にスイッチ。川田も蹴りで入ってくる。ロープに飛んで蹴りは捉えた。小橋チョップをかわした。チョップを受けた。チョップはブロック。この辺りは非常に面白い攻防です。そして小橋から三沢へ、三沢のエルボー、川田のエルボーだ。キック、三沢もキック、ロープに飛んでキックを捉えているラリアット。お、しかし川田もラリアットが手首の方に当たったが、ここは一旦田上に預けます。田上明です。先シリーズ三沢の前に3度目の三冠挑戦を果たしましたが実らず敗れております。しかし試合後の勝利者インタビューで、三沢は今までで一番苦しかったと率直に戦った後の感想を述べていました。それだけ三沢を追い詰めました田上。のど輪落としか、投げます。そしてエルボー。本当にこういうね、攻防は本当によく研究しなきゃできませんよね。もうお互い技、そして相手がどの程度裏をかいてくるのかを知り尽くしています。田上のキックをかわした。あそこしかし捉えられた。青コーナーパッド、いや泉田の頭が待っていました。泉田が入ってまいります。おお、ライディングのヘッドバット、向きを変えてもう一発だ。20分を経過しています。60分の一本勝負、メインイベント95ジャイアントシリーズ開幕戦。パワースラムはカウント2。この泉田にこの頭突きがありますからね、この泉田のその強さが分かるんですけども、はい、これで今度もっとよくいい選手になるというと体重を落とさなきゃいけないんですね。なるほど。体重をもうちょっと落とすとね、頭突きの威力がなくなってきますしね、難しいですよね。そのあたりのバランスが難しいですね、はい、スピードとパワー、体力、この三位一体どのように両立させるか、このあたりがプロレスラーの難しいところ。泉田ない。アントアツー。しかしここまでメインイベント泉田の戦いぶり、気迫は感じます。泉田にも場内から声援が送られています。さあ小橋の技を三沢がサポートする。セカンドロープからブレインバスター、キャンバスがしなりました。カウントはカウントは2。川田のカットプレーです。もうすでに20分は経過しています。さあ小橋が決めるか、拳を握った。川田がこれを必死になってくる。そして野田は落とした。モンスター田上、小橋健太に野田落としを見舞いました。そして泉田が、おお、ムーンサルトプレスか、ムーンサルトプレスか。本人は盆踊りプレス、僕は非常に不器用だけれどもこれだけは成功させたいと語っていました。ねえ、不器用な人がね、本当に一つでも、トーペだ。馬場さんびっくりしました。ね、これはよくやるんですよ。ですからね、こうやって一つ一つね、不器用な体でね、
もうマスターしたらね、本当にその威力発揮しますからね。そうですね、今泉田龍角の密集の場面を垣間見たような気がします。鉄砲鉄砲鉄砲、小橋をロープに振ってラリアットラリアットを逆に受けてしまいました。泉田龍角、しかし泉田三沢にコペを放っていきました。コペスイシーラ、朝子のミサイルキックが飛んできます。カバーに入ったカウント2。しかし今日この95ジャイアントシリーズ開幕戦メインイベント、場内のファンのハートをがっちり掴んでいるのは泉田です。三沢がニュートラルコーナー南太郎の上に泉田を置きました。そして朝子が突っかけていきます。三沢場外に吹っ飛ばされた、しかし朝子がバックを取っているが、あっと蹴りを見舞われた。そして泉田が何を持ってくるか、ニュートラルコーナーの上だ。川田が朝子をボディスラム、小橋も入ってくるが、あーボディプレスだ。どうかどうか、カウントは和田恭平レフェリー、カウント2です。さあここに来て泉田を中心にこの開幕戦シックスメンタックマッチメインイベント、どうやら大きなうねりを迎えそうです。逆水平ちょっと一発からラリアット、サウスポー見事な切り返しに対応しました。後ろを取られた、飛びつき腕十字固められた、カウント2。泉田の頑張りは相当なものです。もうすでに口から血を滴らせている泉田、川田にスイッチを行います。泉田の投手を受けた川田、まず飛び蹴りです。そしてさらにはパワーボールの体勢か、田上のサポートもあります。小橋も入ってきた、リングの中央で、おっと切り返していく、切り返していく朝子、カウント2です。ラリアット、そして泉田にスイッチ。これは川田が朝子を止めておいて、泉田青コーナーのトップからヘッドバット、ヘッドバット完攻、カウントアウト、三沢のカットです。25分経過、さあリング上残ったのは泉田と朝子だけになりました。テレビ放送で初のメインイベント、泉田龍角自らホールを奪って白星を挙げる大きなチャンスです。川田のサポートがある、さあ泉田、ダイビングボディプレス、カウントアウト、カウント2、カウント2です。しかし場内の声援は最高潮に達しています。川田が三沢を牽制します。そして田上は小橋を止めています。泉田、お叩きつけた、オクラホマスタンピートだ、カウントはカウント3、テレビ放送で初のメインエフェクト、見事に白星で飾りました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。